あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ほいってことで、マネビトを連れて出発するか。ほい、出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。いいなん、あごまさりとひよう、いいなん、あごまさりとひよう、きぃー。へい、行こう。おいし、いつもね、ここのトライフォースの上でね、もたもたするけんね、ほら。はい、ってことで今回は、要塞エリアの、爆弾保管庫。なんか王家のリングとかやつが手に入る。アイテム、爆弾と空気壺。ってことは、服は大爆弾の服で。はい、爆弾保管庫1。そっかそっか。というか爆弾保管庫って言うもんね。よし。で、まあ私が爆弾を Y で投げられる。オッケー。で、あとは空気壺。Y でいろいろ吹っ飛ばせ。床の色が可愛いな。よし。で、トライフォ、あ、遠いな。今回も遠いな。これは、この距離は吹っ飛ばせる距離かな？でまあ、吹っ飛ばせん距離やったら困るよね。だってここ渡るの空気壺ぐらいしか多分方法ないと思うんだ。へい、おお、行った行った。んーで、んーでこっちが、え、これってさ、はあ、ごめんね。こんなとこでボンミス、ちょっと距離足りんかった。へい。で、多分ね、前回のから言ったら、ここ二人で踏んだら橋がかかるんだ。ほら。ん？なんか現れそう。てか、なんであそこ、アップになった？あ、なんか爆弾ある。ちょっと待ってね、これ。てか、これさ、多分、こう、落としちゃった。やべ。こっち。うん、ミスった。向こう側まで落ちてってだったよ。これなんか多分、え、当たったらこれ、ぐさってなるタイプ？これなんか爆弾あるけど、これでやればいいんかな？へい。え、落ちたけど。え、なんかすげえ普通に落ちちゃったんだけど。え、乗らんくね？あ、もしかしてこれ？こっち、吹き飛ばせたりとか。あ、あー、これじゃないといかん感じか。お、なんか水晶現れた。え、水晶現れたけど。あ、これも爆風でってことか。あ、間違えた間違えた。こっちじゃない、こいつだ。で、これで吹き飛ばして、へい。で、あー、そこね。あ、それ罠じゃなかったんや。なるほど。んで、あー、敵がおるよ、敵がおるよ。これはあれか、吹き飛ばし、あー、間違えた。吹き飛ばして、あー、間違えた、間違えた。もういろいろと。あ、やべえ。味方を吹き飛ばすとこだったよ。お、全員落ちてっちゃった。これでとりあえず、ハート満タンにしといて、危ない、危ない。あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。あれ？そこは、普通に届くってことかな。へい。いや、届かんし。いや、届かねえ。え、あれどうすればいいの？じゃあやっぱり、こいつの爆弾がさ、あるのが一番あれじゃない？あ、ほら、これでいいじゃん。いけた、いけた。わざわざあっちから持ってこなくても、大爆弾の服があればなんとかなる。ね。で、これをまたこう。やって、あっちに。おーし。ね、向こうに投げれなかった時がすげえ危険なんだよね。で、これで向こう側に渡っていける。またなんかあれだよ。お、もうこれは大丈夫な。あー、ごめん、間違えた。間違えました。あ、でもなんかメット落ちてった。あれ？これは、2段か。ちょっと待って。2段だね。で、ここ渡れるでしょ？さっきいたもんね、ここ。
んで、はい、20ルピーゲット、イエイ。はいはい、でルピー回収。なんか1個落ちたけどね。よし、これで先に進め、先に進もう。はい、爆弾保管庫に2。次はどこにあるかな、トライフォース。お、これはよいしょ、ん、押したけど、あ、向こう側にもう一人渡っていかんといかん感じか。ちょっと待って、ってことはこれで、あ、こっちじゃない、危ない危ない。はい、もう一人これで向こうに吹き飛んで、でこう、え、もう一人向こうに行かんといかん。え、そういう場合は一体どうすればよろしいのか。これもしかして間違え、あ、そっか、こいつが向こうに飛んでいけばいいんか。あ、なるほどね。びっくりした、積んだかと思った一瞬。で、赤がこれ踏んで、ん？で、これ、こいつが向こうに飛んでいけばいいんだ。あ、よかった、届かんかと思った一瞬。これで、え、これさ、いる場所間違えた？あ、でも大丈夫か。これ、よいしょ、あ、ダメだ、上に乗せれない、これ。へい。あ、ダメだな。あ、でも向こう別にマネ人だから、ダメージ受けないのか。全然乗せれないし。よし、これで。これで向こうが壊れたでしょ。おーし、いったいった。んで、ほら、あれもやっつけとこう。で、やっつけて、で、ここの、あれさ、そうそう。で、あの、空気壺のやつがこっちに行ってた方が良かったんだけど。これで、あと、あの、爆弾を、間違えた、間違えた。ね、これで爆弾を、あっちに渡してからのこっちに。ああ、ダメだ。でもそういうことでしょ。はい、パス。で、はい。ああ、もうちょっとだ。こっち？もうちょっとこっちか。で、こう、やって、はい。これで OK。これでそれぞれ大丈夫でしょ。で、あとこれを向こうにほいっと。はい、やっつけた。OK。OK だけど、よいしょ。よし、あ、落ちた。やばいやばいやばい。もうわかんねえわー。ポンと。で、飛ばして。んで、あとは、あー、もう、こういうね、狭い道にいるのやめよう。あれ？この先行けんくね？行けんよね。ってことは、こいつが今度は頑張らないといけないわけだ。たたたた。と、お、ハート回収。あー、もうやめてやめて、こっち来るな、こっち来るな、こっち来るな。こっち来るなし。はい、これで。やっつけたでしょ。オッケーオッケー。んで。あー、待って。狭いんだって。マジ狭いんだって。これでやっつけた。あ、いったね。オッケーオッケー。お、ハート回収。あれって、あっこ。はい。届かねえ。え、これはどうすればよろしいですか。届かないんだって、ちょっと。あの、空気壺が欲しいんですけど。あ、届いた届いた、よかった。お、これでなんか台が動き出したから、とりあえずちょっと赤も動こうか。みんなでちょっとね、二人でこっち移動して。落ちそう落ちそう、怖いよ、バランス感覚が。へい、乗って、あ、向こう側に渡ればいいんかな。あ、待って待ってくれ。あれ、二人で行ったらさ、
ちょっと待って。ちょっと、あー、なんてことだ。あれ、二人でトーテムして行っちゃダメだよね。トーテムして行ってしまったら、なんか、あいつがいるから。危ない。跳ね返る。へい、みんなちょっと吹き飛ばしとこう。あー危ないって、怖いって。へい。オッケーオッケー。オッケー。んで次、赤が渡って。ほいほいほい、オッケーオッケー。んで、これをポイって上に投げといて、で、ここを切り替えたら、よし。これで、緑が渡れるんだな。あれ、トライフォースどこよ？なくね？あった？はい、これで、はい、これでやっと3人揃った。あ、ここ。ここね。あ、そこにあるってことかな？ありそう、ありそう。よーし。はい、オッケー。ハートを回復したかったけど、ないな。ほいで、ステージ3、爆弾保管庫3。ってことで、ちょっとこの辺ハート欲しいね。オッケーオッケー。お、これでハート満タン。で、向こうに進むのか。え、これ何？普通の。お、あんなとこに。あんなとこ、え、なに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 ？あ、これは。え、どう？こっちか。え、待って、どう？こっち？あ、なるほどね、なるほどね。え、なんか矢が。え、ちょっと待って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 。ちょいみんな邪魔。こうだね。え、ごめん、味方吹っ飛ばした。で、あれだね。え、開かないんだけど。え、開かないけどあれ。どうなってんの？ちょっと動かない。あー、なるほどね。で、あの、あれだ。爆弾ちょっと。これで。これで何？どこ？お、なんか回り出した。んで、次またこれで。おー、びっくりした。危な。あー、ここからも矢が出てるな。にゃー、やばい。ちょっと待ってね。怖いし。怖いし。あっこだ、あっこだ。んで？どうだ？これまた爆弾。こう、入んねー。こう、あれ届かんな。ちょっと待って。あ、違う違う。こうじゃなくって、ちょっと爆弾のやつを抱えて、で、こう。はぁ、ごめんなさい。間違えた。こうやって、あの、違う違う、こっち向いて、で、上だ。上で、こう。いや、届かないんだけど。あ、もしかして3人とか？ 3 人で、あ、こうか。これでやっと見えるようになるもんね。で、あー、ダメ。ほい。あ、入った入った入った。いけたやろ。オッケー。お、なんだ？ステージ4。ステージ3か。ステージ3は結構簡単な感じかな？あ、間違えた。はぁ。あー、危なかった。怖い怖い怖い。超怖いわ。あの、空気壺が使いたいから、ちょっと、ね。よいしょ。これで、あ、これでもういけた。あの、回復がし、あ、いたいた、回復。回復回復。ハートを出してくださいな。ハートを出してくださいな。あー、もうちょっとハートが欲しかったんだけど。あー、あと一個。あと一個欲しかったな。こっち側なんかある？ないよね。これなんか切り、ん？これは何の切り替え？なんかちょっといまいちよくわかんないんだけど。まあ、とりあえず、なんかクリア。ほい。爆弾保管庫4。今回のボスは一体なんだろうな。ちょっと待って。回復アイ
回復アイテムは上だ。てかちょっとこれね、上に、あ、上から爆弾っていうのが一番なんかな。どうだろう。え、これ上人上げれる？え、絶対これ三段トーテムじゃないといけん気がするね。ってことはそれぞれを上げといてっていう、あ、マジか。ステージめっちゃ狭くなったんだけど。あー、これこの音楽マジかよ。またこいつらか。ちょ待ってって、ちょ待ってって、マジか。ちょっと待って、ちょ待って。まあ、あの時に比べたらさ、そりゃさ、だいぶ広くなったよ。あれに比べりゃだいぶ広くなったさ。いやー、だからってね。よいしょ。届いてなくない？ちょっと待って、ちょっと待って。え、届かんのやけど。え、これって、あれか？もしや、この距離あれか。普通に爆弾投げたら届かんわけや。空気壺？空気壺で爆弾吹っ飛ばす系ですか？ちょ、待てって。ちょ。ね、多分そうやわ。多分絶対そうや。ちょっと待って。あの、こいつとのさ、組み合わせが欲しいね。あー、違う。A ボタンで爆弾を出そうとしてしまう。ちょ、例えばさ、こういうことだわさ。あー、やべえ。これで、こう切り替えるじゃん。例えばこう切り替えてだよ。こう切り替えて、こう。間違えた。ちょっと待って。あのさ、多分さ、ギリギリんとこからやんないと全然届かないんだよ。これで、こうやるじゃん。で、こうだ。この方法でやってったら、うおっと危ね。ダメージ与えれたでしょ。ね、そんな感じでやっていくのが多分一番。おお、危ない。危ない。多分このぐらい、あ、ちょっと待って。待てって。このぐらいの距離から、やっていくのが多分一番いいから、こう。ダメだ。飛ばせなかった。あのでっかい爆弾を飛ばしたら、多分結構な感じでいけるんだよ。結構な感じでいけるんだけど、ちょっと集中攻撃しすぎ。集中攻撃しすぎよ。で、これを、ほら、これを、あー、入らない。ちょ、うざいんだけど。もう、なんかさ、多少待ちなよ。ちょっとぐらい待ちなって。待ちなってば。これ、このまま届きそうな感じすんのにな。届かんのか。ね、普通にこれ届きそうじゃない？ちょっと。なんかもう、あのさって感じ。あ、一個入ってったよ、向こう。イエイ。お、これで一匹片付いたじゃん。よし、あとはお前だけだ。ちょっと。あのさ、スピード速いよ。スピード速いよ。で、こいつがこれを吹っ飛ばせば。さあ、どうだ。もう点滅してるよ。いけるでしょ。これで、あと、あと多分一回ぐらいでいけるはずなの。ね、多分あと一回分ぐらいでいけるはずだから、いったでしょ、これで。イエス。え、まだ？なんかちょっと、え？ちょっと待って、何それ、フォッフォッフォッフォじゃないから。マジか。何あいつ。でもこれ楽だ。え、何？いろんなとこから現れる感じ。いや、ちょっと待ってって。あ、こいつさ、あいつだけでさ、大爆弾の服着とるぐらいの威力あるんだけど。てか、とりあえず、あ、仲間落としちゃった。ごめんね。ごめんね、体力が。そうそう、これでさ、とりあえず、この何？マリオじゃないけどさ、メットみたいなやつ。あうわ、めっちゃ来るんだけど。ちょい待って。でも爆風で飛ばないのだけ。爆風で飛ばないのはいいよね、これ。はぁ、マジでそういう終わり方ですか。
え、絶対一発でいけると思ったのに。でもさっきの方法でちょっとやっていこう。これ多分さ、さっきの方法でやってったら次こそ、これ次で絶対いけるからね、頑張ろうね、頑張るべ。おっしゃ、はい、次3体目来たよ。で、3体目の時はもう大爆弾の服いらないから、これを普通に飛ばしていけばいいだけ。あ、間違えた、後ろ向いた、後ろ向いた。お、あのメットみたいなのに来てないじゃん、びっくりした。2箇所から来るんかと思った一瞬。いやー、ちょっときついな、やっぱちょっときついかもしんない。こいつ邪魔なんだよね、マジで。よいしょ、消した途端に現れたんだけど、何やってんの。あれだな、やっぱ大爆弾のやついるかもしんない。あれってか一気にこんなん体力ないんだけど、どうしよう。飛ばないね、飛ばないわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お前らマジ邪魔だ。あの多分さ、重すぎて飛ばない。で、はい、大爆弾がさ、やっぱいるんだよ。大爆弾がやっぱ必要で、これをこれで、あー、飛ばなかった、飛ばなかったっつうか。あっち側だ。みんな邪魔、みんな邪魔、みんな邪魔。ハートが出た、ハートが出た、ハートが出た、ハート出たって、ハート出たって。取れねー、そういう、もう待って、はい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 、ちょっと待ってね。この位置に配置しといて。危ない、おー、今超危なかったね、危うい危うい。で、あれじゃん、最初必ず真ん中に出てくんだよね、最初必ず真ん中に出てくんだけど、で、ちょっと配置しとこう、ここと、ちょっと待って、ここと、ここね、配置しといて。あ、間違えた間違えた、配置すんの間違えた。あ、こいつ配置してもダメなんだよ、こいつを配置しといて、からの爆弾のやつが自由に動けるようにしといて。邪魔だよ爆弾んで、こっちにやって、これ、はい、いった、はい、一回いったよ、一回いったよ、とりあえずね。で、とりあえずまたこっちに配置するじゃん。で、とりあえずまたこっち配置して、ルピー入れた、ルピー入れたとかって取りに行ってたら危ないんだけど、はい、5ルピーゲット。なになになに、これで、はい、2回目いったでしょ、オッケー、やった。あ、点滅した、点滅した。ってことは次でいける。え、なになに、なんか開く場所が3箇所になった、開く場所が3箇所になったよ。もっと予想つかなくなってきたわけだ。違う、そこか、そこか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、こっちかこっちの2箇所空いてほしい。でも最初、一番最初に開く場所は違うから、そこか、マジで。ちょい待ってね、これ赤でいけるんじゃない、いけた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 、おっしゃー、やった、やった、よかった、おし。え、メットもいなくなった、メットじゃないだろうけど。あ、よかった、おらんくなった、オッケーオッケー。これでなんとかいけたじゃん、イエーイ、ヘイ、みんなおいで、おし。最後結局、結局やって、結構体力残ったね。おーし。んで、これ。へい。王家のリングを手に入れた。やった、一個だけのやつ。で、多分他の、あの辺のね、なんか忘れたけど、前回手に入れたと思うし。はい、爆弾保管庫クリア。やったね。
ほい、写真もなし。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。とツイッターの方は一言くださればフォローばしますんで、はい、いつも温かいコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。肩が凝りそう。